みんなで合唱します。1曲目、心の薬。麦踏み。しゃがんで尋ねたら、父さんが
僕に言いました。麦は踏まれて強くなる。麦踏みサクサク、踏んで踏まれてスクスク、強くなれ雨や風に負けずに、踏んで踏まれて大きくなれ。少年の日の絵日記はだんだん畑の青い日、風に揺れて波打って、とても綺麗だった。ツバメは5月の空に舞い、僕はゴロンと寝転んで、そよ風にただ吹かれてた。青い麦が揺れていた。麦踏みサクサク、少しは強くなったかな、僕の選んだ人生よ。どうかな。恋や夢に破れて足踏みした時、胸に刺さった日もあった。そしていつしか僕にも月日が流れ、青い麦が生まれました。踏んで踏まれて大きくなれ。麦踏みサクサク、踏んで踏まれてスクスク、強くなれ雨や風に負けずに、きっと僕らはみんなそうさ、青い麦、雨や風に負けるもんか。麦は踏まれて強くなる。麦踏みサクサク、踏んで踏まれてスクスク、強くなれ雨や風に負けずに、踏んで踏まれて大きくなれ。続きまして、皆さんよくご存知の曲です。ふるさと。Bye.
は君に輝く。皆さんこんにちは、私は山梨県の中で児童養護施設とか乳児院、そんな施設をやっている社会福祉法人で、仕事をしておる香上雄翔と申します。今日は皆さんの楽しい音楽の雄弁の中で、突然シリアスな話をして恐縮ですが、しばらくお耳をお貸しください。中身は、今コロナの中で拡大の一途にある家庭の中における子どもの虐待、その問題について少しお話をさせていただきたいと思います。それじゃあパワーポイントの資料に沿ってお話を進めさせていただきます。今日、子ども家庭にも起こっているさまざまな事象がありますが、その中で、小学校や中学校での問題としていじめ、自殺、不登校、こんな問題があります。こんな問題であるとか、あるいは少年による凶悪事件、これも皆さんご記憶あるかどうか、かつて、神戸少年 A と言われた榊原事件、あるいはその当時、高校生だった、少年奈良の高校生が自分の家に火を放って義理の母親あるいは弟妹を殺してしまったという事件、こんな事件が実は時々起こっています。それから今日のお題の中心である家庭内子ども虐待の問題でございますが、これも DV という問題と合わせて拡大ニットにあると、こういうことでありますが、これらがおおむね今家庭の中で起こっているさまざまな事象というふうに思っておりますが、その中での虐待の問題ですが、我が国の子ども虐待、児童相談所へ通告をされた直近の数は193,780件と言われております。これはまだ氷山の一角であると私は申し上げているわけですが、これはアメリカが年間300万件ぐらい、あるいはイギリスが60万件ぐらい、
カナダが30万件、おおむね各国人口の 1% ぐらいに及んでいます。それなのに日本は1億2700万という人口に対してまだ19万3000ですから、これはまだ氷山の一角です。まあ、欧米並みに言えば130万件、起こっても不思議ではないと、こういうような状況だろうというふうに思ってるんですが、まあ、こういうふうに家庭の中で子どもの養育が非常に危なくなっているという状況は、日本の未来を非常に暗いものにしてしまうというふうに考えるわけです。これは、3年ほど前に起こった目黒のゆあちゃん事件、5歳の当時、5歳の女の子が家庭の中で、親によって、殺されてしまったという残念な事件でありました。これは千葉で起こったみあちゃん事件と言われるものですね。これも非常に残念な事件、当時、センセーショナルに、報道されたものであります。それから昨年起こった大田区の3歳の置き去り死事件、このことも大変、当時、残念な事件として伝わったと思います。このような家庭の中での乳幼児の死亡事例、これ厚生労働省が年々この十数年前から取っているものでありますけれども、この平均値を取ると残念ながら1週間に 1.5 人から2人ぐらいの子どもが虐待によって亡くなっていると、こういう事象であります。まあ、これらがなんでそんな風になってしまったのか、少し歴史を遡ってお話しします。これは日本が高度経済成長を始めた1960年代、80年代の頃でありました。この頃、日本の経済を支えたのは、当時の中学生、中学生でありました。中学生が金の卵というふうに言われたんですから、その中学生たちがやがて成人をして結婚を始めた頃、我が国は急速に、いわゆる二世代世帯と言われる、核家族化が、おおむね、日本の家族構造の3分の2以上を占めるという状態になりました。つまり、核家族という子供の養育に極めて弱い家族がたくさん増えてしまった。その時代を象徴する事件がありました。これもご存知だろうと思いますが、コインロッカーベビー事件です。育児に疲れ果てた母親が、まだ幼子を連れて、コインロッカーに向かい、そしてその子供をコインロッカーに入れて、鍵をかけ、蒸発をしてしまうという事件でありました。まあ、そういう時代の事件の頃の子供たちを私は、コインロッカーベビー世代というふうに言ってるんですが、そのコインロッカーベビー世代が、次の先の10年、70年代、80年代、いわゆる中学生になった頃、この時代に、中学生を中心とした非行問題が終わりにありました。かつてコインロッカーベビー世代が中学生になって、様々な不適応逸脱構造、いわゆる非行行動を急速に拡大しました。その当時、その実態をドラマにしたものがありました。テレビドラマ、積み木崩し。その時代の子どもたちを積み木崩しの世代というふうに私はあえて呼ばせていただきました。その積み木崩し世代が次の親になり子どもを育てる時代、それが1990年です。我が国はやっと1990年代になって、家庭の中で、子どもが残念な養育を受けている虐待問題に気づき、社会問題にし始めました。まあ、その結果、2000年になり、20世紀の冒頭、児童虐待防止法という法律が制定される。こういう流れにあったということであります。その子ども虐待とは何だということでありますが、体に直接暴力を振るうという身体的虐待、あるいは、子どもに猥褻な行為をするというようなことを性的虐待というふうに言っております。それからネグレクトと言われる、これは非常に多いんですが、養育の怠慢とか放棄ということであります。食事をきちっと与えないとか、
あるいは病院も連れて行かないと、さまざまな保護者としての管理をきちっとできない状態をネグレクトと言います。それから最後に心理的虐待と言われるもの、先ほど DV というような話をしましたが、いわゆる家庭の中で、夫婦が激しい喧嘩をするというような状況を子どもが目撃するというのも心理的にとても重い、ダメージを子どもに与えると、そういうふうなことも含めて、子どもに心理的愛情を与える言動を大人が行動することを心理的虐待、こういうふうに呼んでおります。我が国の虐待通告相談件数の推移を見ていくと、平成11年、児童虐待防止法が議論をされ、制定されていく頃が1万2000件くらいだったんですね。それが今日は先ほど申し上げたように19万3780件まで膨らんでいます。実に17倍以上ということでありますけれども、それでもまだ氷山の一角だというふうに私は申し上げました。それに対して欧米各国の状況を見ると、子ども人口に対して右の表を見ていただくとお分かりになるんですが、各国の子どもの保護児童数というのが出ております。一番最後に日本があります。子ども人口がフランスが1350万ぐらいの子ども人口に対して14万近くの子どもを保護しているんですが、日本はどうかっていうと2300万人ぐらいの子ども人口に対してやっと4万人程度しか保護していないと、こういうことです。このことは、左側のグラフで19万3780という数字のうち、毎年これから、家庭から離して保護しているのは4000人ほどしかありませんから、19万人ほどは実は虐待を受けた家庭に置いたままにあると、これが現状なんですね。これはとにもなおさず保護をし分離保護する受け皿が極めて少ないまま日本はずっと過ごしてきてしまったということにもなるのだと思います。まず、虐待が一体、子どもに対してどんな問題を生じるのかということを簡単に説明しますが、子どもの虐待というのは親から子どもに対するものなので、特別に子どもに強いメッセージを与えてしまいます。あなたはかけがえのない大切な存在ではありませんというメッセージを毎日の生活の中で子どもに与え続ける。その結果、子どもは著しく自己感とか自尊感、自分を大切な存在だというふうに思えない、そういう心の状態を持ってしまう。いわゆる自尊感の欠如から何が起こるかっていうと、自分の体を傷つけたり、自分に自信を持てないという状況から、いろんなモラルをあえて犯しながら自分を傷つける。例えば万引きはしてはいけないと言われれば、万引きをして自分を痛めつける。そういった行動まで生じるのが自傷と言います。あるいは自傷と同時に、隣にいると友達、友人なんかは、同じ年齢の子供であれば自分が可愛くない子供は当然、友達が可愛いはずはないわけで、結果としてちょっとしたことから相手をボコボコに傷つけてしまうという互い行為、つまり虐待は自己感自尊感の喪失から自傷と互い、これをセットに持ってしまうような子供を作ってしまう、これを私は、関係性に障害を抱える子供というふうに言って、つまり他者と適切な人間関係が作れない子どもたち、そういう子どもたちがやがて大人になり、社会の中で、社会の一員として他者と適切な人間関係を作りながら生きていくという社会人としての能力に欠けていってしまう。その結果、社会の中で自立が困難となる、そういう状況につながってしまう。つまり虐待は子どもの自立を阻害してしまう、こういうふうに考えているわけです。